1月24日の運の地区通信をお送りしています。極右政党ドイツのための選択肢の党首が快進撃。今日は初日です。アリス・バイエルのドイツ衰退への嘆きと移民への非難が有権者の心を打つ。極右政党ドイツのための選択肢のアリス・バイエル共同党首、今日初日ですね。アリス・バイデルは連邦議会の隣にある6階のオフィスから冬枯れの梢が広がる西側を見渡した。ここはベルリンで最も有名な公園、ティアガルテンだ。その中央には1864年にプロイセンがデンマークを破ったことを祝う高さ67メートルの円柱がそびえている。その頂上には金色に輝く勝利の女神がそびえ立っている。この翼のある女神像はイギリスのヴィクトリア女王の娘である当時のプロイセン王太子妃をモデルにしている。後ろにまとめたブロンドの髪、シャープな鼻筋、まっすぐな姿勢、シンプルでパリッとしたビジネスウェアを身にまとったバイデル女子はまさに女王の風格を漂わせている。ドイツの7大政党の中で最も右派のドイツのための選択肢 AFD の共同党首として、彼女の影響力は着実に高まっている。とはいえ2013年に発足したばかりのこの政党は青を基調とした党名だが、連邦議会議員の736人のうち78人しかいない。ドイツの16州を支配している州はなく、小さな自治体も3つしかない。ドイツ国民の過半数がこの政党には投票しないと答えており、他の主要政党は全てこの政党を避けることを誓っている。国内治安機関である連邦憲法保護局は AFD のいつかの地方支部を過激主義ではないか監視下に置いている。今日はこれ正直ですね、アリス・バイデルがはですね、ドイツのための選択肢の党首なんですね。で彼女の実際にはまだですね、連邦議会議員736人のうち78議席しか持ってないわけですね。ですからまだまだ地位は少ないんですけれども、党の名前の通りですね、極右翼ということで連邦憲法法局が監視しているのが今の状況ですね。本当は違うんですけど、以上。